ていうか雲が出ることが分かってしまったな。吹いてんな。マジで渡ってこれんの？これは石灰が。お、原油だ。このとこにあるんだ原油。一体。いちいち置かれた。死んでしまう。今回は無事に帰りたいよ。帰るか。ハードドライブ5個でしょ今。やばい。2匹目も出てきた。だから親ではないので倒す。いやオイルがあるのねここに。はい、もうちょっと行ってみっか。お、まあナメクジだよな。オーラが見えてる。回り込んでくんのやめてくんねえかな。ちゃんと回り込んでくんのね。あと一体あれはなんだ。石灰が。あの辺。ナメクジ発見。ゲット。あとはこれ何、植物なのかい。サンゴとか乗っていいのこれ。乗ったからといって突っ切る。これで上どうやって行けばいいんだろうな。帰りてえな。上は行けねえだろうこれ。海で区切られてる感じ。あーなんともなんとも。あ、とりあえず立つんだ俺。でこの上乗んなかったっけ。リフト乗るよね。これでアルミクラッド板を使うっていうね。豪華な。あべ、あぶれ。はい、ほい。もうちょっとやればいけるな。これでじわじわ登っていく。はい、足りるかな。お、いやないよな。いやないね。上にありそうじゃん。でも毒じゃん。いやなんか来てないよ俺ここ。とりあえず行けそうなんで行くか。毒だな。壊してからだな。ほい、 OK 行くぞ。すごい。これは無駄すぎだろ。行くぞ。こういうところ何度か渡ったもんな。上墜落現場があったとして取った後かもしれない。いやでも来てるんだったらサバいねえはずだよな。あかんあかん。
あの辺に投げれば。当たれ。当たったかな。いや、墜落現場なんてねえぞ。ちょっと一回視界をね。うわ、取れねえ。あら、なんもねえの。まだいるな。どこだろう。いねえか。いるな、いたわ。登ってこれなくなっちゃった。ごめんな。さて、墜落現場なかったね。向きとしてはあっち。ほう、行っていいのかな。サルファー、まあ、こういうルートで帰るか。あっちの方行こうか。お、マンタ久々に見たね。飛んでるじゃん。行ってみっか。なるべくあのああいう大地に降り立つように行こうか。ほい。あ、あれ墜落現場じゃない？ナメクジいた。で、あっちか。久々の現場発見。なんかいるやん。やっぱ近づくだけでバレるっぽいね。どういった？どういった？開けるか。う、なんかちょっとこれバッテリーって、バッテリー、お前かい。バッテリーってさ、電力とは別？なんかあったよね。これ？あ、なんか、あれをつなげるだけじゃダメかもしれんね。やってみか。ダメなタイプと見た。これでいける？いけるやんけ。6個目、はい。オッケー。で、敵はどこ行ったよ。消えたね。また落ちてったかな。で、量子コンピューターとか落ちてない？落ちてないよね。ネジ。いや、落ちてったっぽいな、マジで。上に行けるようになってる。まあでも、そっから来たんだもんね、俺。で、次の向きとしては、あっちに行きつつ、これを持ってアーチになってる。あっち行ってみっか。ほっ、不思議な大地形状が。あ、ここって俺が初めてやった時のとこか。あ、あんなとこにデデーンと。
いやでも初めてやったところはもっといろいろあったと思うんだけどな。似てるというか、まずあれ壊すか。いかにもな。てい。どうやって入った？ゲット。で、あの上、これ木なのかな？木の上になんか苔が生えたみたいな感じなのかね。で、紫？緑だった。向きとしては向こうで帰れる。もうちょっと向こう行くか。行くぞ。墜落現場あれ、墜落現場あれねえな。さあって言ってる。いやまあ十分探検したんで帰ろう。ハードドライブの研究する時間も必要だしな。研究つか解析っつうの。ずっとさあっつってんな。これ何なんだろう本当。モンハン的に言うとね、巨大ドラゴンの骨なんだけど。消える？あっちか。毒だよね。まあでもあれか、サバの毒か。サバの毒はね別に消せるからいいんだよ。もう一つの方がねしんどいよね。なんだこれ。うわパクッとやられそうな。うわーなんじゃろうねこのデザイン。上登れそう？なんかある？なんかありそう。ほい。あった。ゲット。よし、じゃあ帰るか。あっちだね。見えてる見えてる。結局墜落現場5つ。あ、6個ゲットか。まあまあ十分っていうには少ねえんだけど。あっちにありそうな感じだよね。帰り道の途中にあったらいいな。サバやめて。そこ渡っていくか。墜落現場。ほう。元は海の底だったとか、なんかちょっとサンゴっぽいっつうか。サンゴじゃねえか、なんつうんだろうね。いた。緑か。進むか。おや、あれはちょっとオレンジっぽく見えたけど違うか。現場じゃなかった。行くぞ。
もさーって言ってないから、この先にありそうな雰囲気ではあるんだけど。垂直あ、ダメだ、戻れない。はい、敵の声がした、いた、逃げよう。降りてきてしまった。これ山越えたりするのかな。結構大変だぞ。通り抜ける。ああ、ついにマップがつながったぞ。こんな場所あったかな。あ、墜落現場どこやん。この先にあると思うすか、世界が。近いぞ。この先にあったー。まあ敵ですよね。なんか毒っぽい、これ緑っぽくない、なんか。撃っちゃう、これ一網打尽じゃない。真ん中あたり、はい、てい、素晴らしい。これかそんなんは持ってないわ。これ分解できねえから、ノーベリスク硫黄と石炭だっけ。まさかの火薬か。そうか、そうきたか。黒色火薬、黒色、はい、これでいこう。よし、じゃあしょうがねえな、行こうか。ヒートシンク、量子コンピューターねえよな、あれ基板でしょ。 OK、 じゃあですね、よし帰ろう。サルファー、まっすぐ行くとサルファー。じゃあ今度サルファー側から行った方が良かったのか。今度そっち回ってこよう。硫黄、うん、硫黄、石炭が近くにあれば作れちゃうかもね。石炭、ちょっと待ってね、黒色火薬の作り、ちょっと安全地帯、安全地帯で確認するよ。黒色火薬、硫黄が2だから、硫黄が20個あって石炭が10あればいける。あ、これじゃ出ねえのか、あれしか、あの交渉700か、交渉しか出ねえんだよな。あ、でも意外と近いんだよな。まあ場所自体そんな遠くねえから、まあいっか、また来よう。いいよね、これが。オッケー。色がやだな、なんかな、毒と間違えるっていうか。ずいぶん高いとこにあるんだな。これは？湖。石灰岩、危ない、行っちゃうか。これはカテリウムか、カテリウムだ。渡っちゃえ、多分いけるだろう。滝から落ちたらやだな。さあここは帰るぞ、帰ろう。どう、何やってんだこいつは。撫でる、撫でても何もしない。
また霧が出てきた。この辺のは多分取り尽くしてるよな。いや、ねえだろ。ひたすら軌道エレベーターのあれを見て、あれを目指していこう。これ割れるやつじゃねえよな。いるね。痛い。ゲット。ゲット。やっと広場に出た。あれまた毒？これでっかくない？それ超巨大じゃんそれ。あれは取ったやつでしょ。取った記憶はあるけど一応見てみる。敵いるな。いや取ったよな。いや取ったって取ったって。まあ、取ったわ。帰るぞ。あっちだ。ようやく長い旅が一段落。作るのに時間がかかっていたのはなんだっけ、ターボモーターとスパコンとあとなんだろう。あ、石炭だ。まあいいか。行っちゃっていいのかこれ。本当に？あ、あ、押された。あ、間欠泉とこかこれ。オッケー。いっちゃいっちゃい。いやー帰ってきたね。やっぱ視界が開けてると重いんだけど、重いんだけどまあ安心するよね。森の中はね、ほんとどこから出てくるかわかんねえからな。でも今回はそんなに雲には出会わなかったね。これはどうかな。鉄か。鉄ってこんな色してんだね。錆びてんのかな。帰ってきたぞー。取ってない。はい、あれは鉄かな。なんだろう。まあいいか。でっかい湖。で今回はこっちの方回って、でもまだ半分かこれで。そうか、まあ研究ハードドライブやりつつ何かやったら今度こっち回りでって感じかな。まあ今回一旦帰ってね、ちょっと落ち着こう。なんか甘いもんでも食べようぜ。不眠不休で働いてるから私。あとね、吸入器も作りたいね。はい、2種類あるんだよな。異性のやつと、あと普通にパレベリーとベーコンタケのやつ。足りっかな。この辺まだ生えてんな。結構リスポーンのタイミングが分かんないんだよね。近場のはもう取っちゃってんじゃねえかな。ベリルナッツね。おお、やっと俺の故郷に。いや故郷はこの星じゃねえんだけどさ。帰ってこれた。
我がベース。これないね。さて、とりあえずはハードドライブの解析ですな。あー、長かった。おや、何に反応した？今到着。吹いてないよな、これ。はい、よろしく。10分ね。というところで、まあ一段落ついたんで、今回はここら辺にしておきましょうか。結構集まったんじゃない？ナメクジ7個6個個じゃねえな、ピキ8匹23匹、紫12匹。まあまあいいんじゃないだろうか。あとこの辺もやんないとね、吸入器。おー、一段落。というところで、今回はここら辺にしましょう。何も増えてないよね、オッチ。やり残しあるっけ？もうないもんね。蜂って何なんだ？おー、まあまあいいか。あれ？ん？待って待って、電車関連って80、あれ急に出てきたわ。アンロック済み、うん、なんだなんだ、あ、なんか読み込みしてた。まあいいか。はい、ということで今回はここまでにいたしましょう。また次回。それではまた。